ちょっと重い話というか、うん、重い口シリーズ言っていいですか。さすがにおふざけはもうここまでですよおふざけはもうここまでですよそうもう何のために配信してるのか分かんないですけど、うん、悪ふざけはもういいんですよ、その愚痴らじなんでね、うん、いやまあそんなに怒ってるわけじゃないって一応予防線張っときますけど、久しぶりですね怒った系は。まあまあラッパー以来になるかな。ああそうか、あったわ。まあR1 とかで M1 とか何でもいいんですけど、うん、優勝した後とかに、うん、まあいろいろな反応あるじゃないですか、うん、おめでとうとか、うん、よかったねとか、うん、まあ芸人仲間とかもいろいろ言ったりしますけどそのまあ全然いいんですけど、うん、面白いの知ってたよとかもまああるし、うん、それ関係ない人は全然いいですけど、その例えばね、うん、まあライブをやってる人とかテレビをやってる人とかが、うん、なんか言うじゃないですか、昔から面白かったですみたいな、知ってましたみたいな、うん、おめでとうございますみたいな、うん、いやそのおめえらマジで芸人の気持ち1ミリも分かってねえなって本当に思う。使ってねえじゃねえかよと、うん、昔番組でお世話になったとか、うん、マジでもうそんなのさ、うん、芸人がどんだけ食えなくてしんどいか、ザコシオさんがどんだけしんどいか分かってないじゃんっていう、うん、そのずっと使い続け、面白いと思ってたのは使っとけよって思うでしょ、その、うん、ここに来てなんか売れてください、ずっと面白いと思ってました、何々の番組出てもらった時面白かったのでって、そっから無視してんじゃんって話じゃないですか、うん、そうやな、面白いと思ったんならそれを押さないと、その、うん、結局チャンピオンとかファイナリストの称号がないとOK を出さないっていう、まあそれはそうだろうっていうところもあるけど、もちろんね、うんうん、人気とか知名度とかいろいろあるのは一回置いとく話になっちゃいますけど、まあ、ビジネスとして考えたらっていうことですね。 その目線をちょっと置いちゃうから申し訳ないけど、感情論で、芸人の感情論だけで言うと、うん、それはずるいよってちょっと思っちゃうんだよね。分かる分かる。僕らがもし M1 優勝してですよ、一、うん、回も何にもなんかお世話してない人が言い出したら、僕も絶対信用しないよ。番組には出るよ、出るけどえ番組には出るよ、そりゃ出ないですよね。出るよやっぱり。出るよやっぱ腹立ってるもんな。いや出るよ、出なきゃ。そういう人が大体力持ってるんだから出るけど、今だから言うよ、うん、で売れ、ね、優勝とかしてこの動画すぐ消すしこの動画消すけど、ちょっと感情論だけで言うと思うでしょ。なんか思う気持ちはそうじゃん。嘘で言ってないでくると思って、結構やっぱいるんだよな、そういう人って。なんかもう、うん、あの時面白かった、いや使ってよっていう、バカがな。いやバカで、本当にこんなちょっとね過激なこと言うとあれですけど、うん、まあ、出るよ呼ばれればな。全然出るんすよね。全然出るよ、それ。あ出るんだ。出るし、この動画消すし、うん、僕らなんかチャンスになればね、うん、だけど感情論の話ね、これは。全部消すしな、全部ぐちらじ全部消すし、500回全部消すし、うん、もうぐちらじもね、なんなら怪しいやつは消してます。怪しいやつはもう消してきますからね。やってないこと聞き返すほどじゃないけど、まあタイトル見て怪しいやつは全部そうそう、弾いてきますからね、うん、でもちょっとね感情論ね、わかる、気持ちはそうじゃけどな。いやもうね、ずるいよって思うんじゃない、ちょっとその、うん、で例えばね、面白いですね、オーディション行きましたみたいになって、まあそれいろんな状況あるのはさておきますけど、うん、本当に面白いと思ったら勇気を持って使ってほしい。そうやな、と芸人としては思うんだよね、うんうん、あとの結局チャンピオンになってからとかじゃ救われない人がいくらでもいるし、うん、その面白いと自分の思う感性を信じてくれよって、そういうあなたたちがテレビ作ってるんだから、もっとやってくれって思うんですよね。そうやな、自分を信じろと、うん、思いますよ本当に。ほんまにそう思う。ちょっとあれ恥ずかしいから言わない方がいいしね。言わない方がいいね、ダサい。あれダセんだよな、あいつら。ダセな、クソが。まあ俺ツイッター見てないけんは分からんけど。いやでもやっぱいましたからね、うん、そのただその人の番、まあザコシオさんがねずっと出てたわけじゃないから、確実にねそういうそういうことですことですからね、うん、じゃあ使ってよって、それはずるいぞと、うん、芸人のね一番の苦しみって単純に金がないことなんだやっぱり、うん、結局バイトしながらとかが一番しんどいんだよ、うん、ほんまに。そこの気持ちってもう一生分かり得ないんですよ。その忙しいし大変な仕事だったらもちろん分かってますけど、うん、金がないというこの、まあ、自分のせいももちろんあるけど、うん、そのまあ、自分のせいが多いですけどね。大家さん家に空き巣に入ろうとしたことあるもん、ね、ダメでそんなでもみんなそんなやつですよ、ギリギリでね、うん、やってるやつですからこそ、まあ、だからもしウエストランド面白いと思ってる人がいてくれるなら、自信を持って使ってほしいと、どんどん、うん、まあ、こいつは空き巣で生活してます。そんな持ち味言うならもういいよ言わなくてなんだよもうセブ台なしてよ空き巣の空き巣、いやいいよもうやらなくても
もうまだ本当にそう思いますよね。思うよ、ウエストランド使いたい、面白いと思ってるけど負けちゃったからいいやっていうのはやめてほしい、うん、本当別に関係ないじゃんと思うんだ本当に。でもどうする、もし俺ら優勝して誰もそんなこと言わんかったそれはそうそう確かにな、やっぱり嫌いです冷たいな書いてやったらもうそれはそれでちょっとみたいな感じあります。するまあ、それはそれで動画消すしな結局、うん、消すし、なんでね、押すし、あ、なんか言ったななんかしょうもねえこと言ったな、まあ、お前のせいだよもうおそらくほとんどはこの、まあ、少なくともウエストランドに降りかかる災難もお前のせいだよ全部なんで面白いと思ったらね、うん、使ってくれることが芸人の救いにもなるし自分を信じろって偉い人に言いたいですよね。ああ、でもそうやな。うん、まあどうせいいか、ね。今言っといてもいいか。どうせこれ見ねえだろうし消すし。うん、最悪。消すしよ。なんかいいよ。もうつまんねえんだよ本当に。どっか行けよ本当。あれはかっこ悪いから本当にやめた方がいいですよ皆さん。ね、後乗せやめてくださいね。使ってねえじゃねえかって思いますから。後乗せサクサクじゃ。カットしようここ。普通に普通にここカット。お願いしますよ。面白いね。いや面白くないよ本当に。ちょっとこういうマジで訴えかける系のとこつまんない話したら何の説得力もなくなるんだよ。誰がお前らの言うことなんて聞くかみたいになりますからね。お願いしますね。平日毎日愚痴を更新しています。ぜひチャンネル登録してみてください。ウエストランドの愚痴ラジー。